9月10日です。おふくろの命令で、里芋の里芋掘りに来ました。今年初めての後かな、どの後かな。まあとにかく今回植えた分の初めての里芋掘りですね。はい、まずは葉っぱから。こんな感じで切らないかんですけど、結構ここの葉っぱが大きいんで、芋も大きいんじゃないかなと思うんですよね。今までこんなに大きな葉っぱはあんまり私も見たことないけんが、こんな感じで、切っていきます。で、切った後こんな感じで上の泥とか草をどけてもらってます。はい、一列掘れというお袋の指示なので、一列今葉を切ってしまいました。今からマルチ剥ぎですね。マルチがちょっと、おそらく、ちょっとこんな風にやってやらんと、なかなかすぐには剥げないんで。ずっとこんな風にやっていきます。で、片側剥いだら、次こっち側ですね。こっちを剥いだら、次こっち側。まあ、片側生えたら反対側はこんなに起こさなくても取れる時もありますけど、はい、こんな感じでやっていきます。片側は済みました。今うちの嫁さんに片側を剥いでもらってますが、この土が乾いてるの分かりますか。ほら、ね、結構雨が降ってなかったからマルチの下は結構乾いてるんですよね。ほらね、こんな感じです。こんな感じマルチの中ですね。こんな感じです。マルチの中はよし、こっちが取れるかな。あ、取れそうだな。片側を取ったら大体こんな感じで取れたりするんですよね。少しずつやっていけば、はい、あんまり取れないところだけ、クワでちょっと起こして、はい、こんな感じで、でいきますけど、もうあとは嫁さんに任せて掘るか。さあ、ちょっと手がもらいましょうかね。滑り剣が、上の水はもう流してません。だからもうすべてここに流れて、川に出ています。よいしょ、よっしゃ。OK、そこからハグついたて続きば、よいしょ。
まあ、里芋掘りは前も達成してたですよね。まあ、こんな感じですね。乾いてるから、掘るのは結構簡単ですね。あんまり効果できてないか。ちょっともしってみな、わからん、待って。あんまり効果できてないかな。はい、こんな感じで掘っていきまーす。一本掘ってしまいました。掘り上げてしまいました。どうも、葉っぱばっか茂って、小芋は少ないようですね。ちょっと、肥えすぎ、肥料のやりすぎみたいな感じです。実のなる野菜ですね。実のなる野菜もあんまり肥えすぎると、実が、あんまりならないんですよね。まあ、そういう風な感じで、これも若干あんまり食えすぎると小芋の出方が悪いのかもしれません。こんな感じでちょっとまあ早いっていうのもあるかもしれませんけどね。まだこれもこんな感じでした。はい、親芋と小芋と分けてしまいました。こっちが親ですね。まあ、この辺のツアー、こうでは配ってるな。あ、これいいかもしれんね。はい、こんな感じでーす。親は大きいんですけど、子芋はこれくらいしかありません。ね。こんな感じだから、ちょっと収穫が早すぎるのか、肥えすぎで、子芋がちょっと、小芋の出来が悪いのか、ちょっと原因がよくは、いまいちよくわかりませんけど、ちょっと。どちらかですね。どっちかだと思います、原因は。という感じでした。